どうも、下がれんとみ、ファインフェダーフィンド。皆さん、こんにちは、トミーです。前3本の動画を皆さん見ましたでしょうか。今回はですね、京都の天橋立に来ておりまして、いろんな景色を眺めたりね、稲の船に行ったりして、すごいね、この天橋立を満喫した後に、今回ですね、天橋立ホテルさんというところに来ております。丹後海陸交通高速バスの、天橋立駅からもすぐそこ、もう本当にもう見えてます。目の前にある超立地のいいホテルというところで、いいですね、素晴らしい。天橋立はですね、丹後海陸交通バスで大阪の梅田から約2時間半で、京都から京都駅から2時間で着くので、ぜひ皆さんもそのバスを利用してこちらまで来てみてください。今日はですね、あと外を観光してちょっと歩き疲れたので、ここでゆっくりお食事とか、まあ、温泉とか楽しんで疲れを癒しながら寝ようかなと思ってます。それでは天橋立へ行こう行こう。マジか、すげえぞこの景色。今回ですね、お部屋を2つから選ばせていただけるってことで、これ1つ目なんですけど、ベッドがこうあって、これも真ん前海、すげえ。窓もね、わざとこう大きくしてるんですよね。で、こことか窓の枠がないから景色を存分に楽しめるっていう感じ。うわ、すごいなこれ、絶景っすね。もう見渡す限りの海、すげえ。和洋折衷ですね。こっちは結構ね、畳とか、まあ、座椅子みたいな感じなんですけど、先ほど見たベッドはベッド、敷布団とかじゃなくて、ここはベッドなんですね。もう一個ね、部屋見てみたいんですよ。素敵な旅館なんでね、いろいろ堪能しよう。あのですね、もう一つのお部屋に来ましたね。おお、ほうほう、まあ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 、ここにはね、ベッドが、これはさっきの方がいいんじゃないですか。ベッドがやっぱりさっきはね、阿蘇海に向いてたんで。ただですね、ここちょっと広いですね。お部屋がすごい、これはね、和室超でかい。ここはちょっと景色見ながらお茶できたりっていう。皆さん、音聞こえてますかね。こんな大きいなかなかないんじゃないかな。どうですか皆さん、これすごいよ。ここに浸かりながら、もう阿蘇海が目の前にバーンと広がってるっていう。窓も大きくていいわ。景色もね、めちゃくちゃいいよ。ちょっとやっぱこっちの部屋っすね。こっちの部屋泊まりたいわ。はい。和室でですね、浴衣に着替えてきました。というのもですね、今からご夕食を準備していただいてるみたいなんで、やっぱりね、旅館に来たらこの浴衣を着るとちょっとテンションが上がるし、旅行気分も出るので、皆さんぜひこうやって着こなしてみてね。いい感じかな。よし、じゃあ晩ご飯行こう。お腹すいた。夕食会場へようこそ。かしこまってしまうほどの素晴らしい和懐石極みコースというこの今回食べさせていただきます。これが食前酒ですね。これがね、前菜なんですよ。めちゃくちゃ綺麗。これ自体がもう芸術作品みたいな。懐石といえばこの海鮮のしゃぶしゃぶですね。で、あとこちらがお肉なんですよね。海鮮にお肉にいろいろあるんですよね。好きなもんから食べていっちゃいますね。あんずの食前酒みたい。うん、準備が整いました。食べよう。前菜だけで9種類ございますね。すげー。これからいきましょう。うん、これはタケノコです。お上品ですね。これ皆さん見て何か分かります？これ多分答えられる人2本でいないと思うんですけど。すごい芸術作品。エビソラマメですね。あー、エビの味確かにしますわ。うわ、すごいな。もう金目鯛ですね、これが。おー、お上品だ。うまー。おー、すごい、なんかまだまた来た、お造り。うわー、すごい。うわー、おサザエもすごい豪華ですね。お造りからじゃあ行っちゃおうか。天橋立といえばね、海鮮は絶対食べないといけないですよ。なんせね、海がもう間近なんですよね。このお部屋からもちょうどね、海が見えて、甘くてプリプリや、うまっ。サシがすごい、お肉みたい、和牛みたい、マジで。何ですかこれは。こちらが酢魚のホタルイカのサラダになります。すごいメニュー数だ。蒸しアワビです。うん、上にダイダイソースがかかっていま
大大ソース、大大ソースってなんだ大きい声だ言えないこれさっき気になった和牛みたいなトロ、おお、お肉やんこれ。もうえ、刺しの入り方がお肉のとろけ方なんですよ、この感じ。これはホタルイカですね。うん、あ、おいしい。これはね、ビールとかとやっぱ合いますよね。いいね。これ1人前ですよね。そうです。すごい量だ。こちらが、蒸し物のフグスープ仕立ての蜂蜜蒸しでございます。うん。それから赤だしと、このものはわさび昆布とベッタラ系でございます。ありがとうございます。フグスープ仕立ての蜂蜜蒸し、蜂蜜蒸しとは、茶碗蒸しみたいな感じなのかな。綺麗、なんかピンクの桜みたいなのがあしらわれてますね。茶碗蒸しプラスとろみがあるあんかけっていう感じですね。お餅も入ってる。全体的にですね、味付けがかなり優しくて、多分濃いものがね、こんだけいっぱい並んじゃうとね、多分胃的にちょっと負担があるんで、いいですね。若い席、久々に食べました。台湾にやっぱ若い席とかあんまないんで、こういうのはいいですね。あ、いい感じ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 。いいお肉ほどね、焼きすぎはダメなんですよ。これがですね、亀岡牛っていう京都のブランド牛らしいですね。すごい食べ方がね、結構変わってて、焼肉でタレにつけるとかそういうのじゃなくて、この貝割れとウニを巻くということなんですよね。うーん、うまあ。貝割れの苦みがちょうどいいんですよ。和牛って結構ね、脂が多い部分があるんですけど、この貝割れと一緒に食べることによって結構さっぱり、そしてウニのあの濃厚な味わい、海鮮とこの陸の王者のミックスですね。カニですね、皆さん。カニしゃぶさっとね、もう新鮮やからズワイガニしっかりつけて、あー、これいいですね。うわ、うまっ。これ多分嫌いな人いないでしょ。和牛からのカニ、これタイですね。タイしゃぶだ。薬味なんかも入れちゃって、うますぎる。うわ、これは多分釜飯なんじゃないかな。ただの釜飯じゃないです。カニがいました。結構ね、ふんだんにね、コッペガニがね、使われているんですよ。山盛り。ご飯物といえばね、この赤だしを合わせるのがいいんじゃないでしょうか。うん、うわ、もって海の中、もう海鮮の味がすごすぎて、香りがいいんですよ。そのエビとこのカニの香りが、うわ、いいわ。あらかた食べ終わったところでデザートタイム。このデザートもですね、一風変わってるんですよ。これですね、豆腐なんですよね。実はミネオカ豆腐のいちごソースですね。杏仁豆腐みたいな感じなのか。豆腐や、このいちごソースがいいアクセントを出してますね。で、食感的にはこんな感じ、見てください。ちょっとお餅みたいな感じ、ほら、すげー伸びる。この横に添えられてるのがどら焼きですね。あ、これはね、京都っぽいんじゃない。お上品、なんかね、甘すぎひん。京都のお茶菓子っていう感じがしていいですね。先ほどですね、ものすごく素敵なご夕食をいただいた後にですね、うわ、めっちゃいい温度、ちょうどいい。このホテルですね、中庭にこうやって足湯がありまして、これもね、源泉の温泉かけ流しで、先ほどお部屋からも見えたこの景色がこの足湯からも楽しめると。至れり尽くせりすぎませんか。めちゃくちゃ気持ちいい。都市観光でいろんなスポットにこう行くのもいいと思うんですけど、こういうところに来たらね、もうスマホとかもちょっと置いて、もう景色と水の音とかなんかいろいろ楽しみながらいいんじゃないですか。現代人に足りてないもの、それは多分こういう非日常だと思います。いいこと言った。はい、天の橋立ホテルさん、めちゃくちゃ素敵なお宿でした。ぜひ皆さんも来てみてください。関西いこいこチャンネルをご覧の皆様、朗報です。フロントでチェックインの際にですね、まあ YouTube チャンネルのこれ、関西いこいこチャンネル見てきたよって言ったら、館内利用券がですね、なんと1000円分いただけるということです。中の売店とかでお土産買ってもいいですし、お食事の際のその飲み物代とかにも使えますので、皆さんぜひ活用してみてください。この次の動画でも関西に行こういうことを思えるようなコンテンツをどんどん発信していきますので、皆さんもぜひチャンネル登録、コメント、高評価の方よろしくお願いします。
で、今回僕もこの4本かな出させていただいて2度目の出演、合計結構出てるよね、12本、前は8本出たなんて、12本もお世話になってるんで、皆さんもし興味があれば過去のね、僕が出てる1年前の京都嵐山編もご覧ください。それでは天橋立に行こう行こう、バイバイ。